まず山口選手、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今の素直なお気持ち聞かせてください。いや、こんな近況の成績で乗れると思ってなかったんでびっくりします。まずでは準決勝のことを振り返っていきたいのですが、まあいい位置に入ったかなと。はい、スタートをとりあえず出てみて、まあ、ちょっと後ろが嫌だったんで、まあ、外の選手見ながら中段取れたらいいなって感じでしたね。このまま関東の後ろにべったりつくのかなって思ってたんですが、そこはちょっと違いましたね。並び的に姿さんが動くかなと考えたんですけど、多分僕か姿さんだったら増井君も突っ張るかなっていうのもあったんで、まあ、そこはちょっと様子見ながらでした。こう道中アクシデントもありつつ乗り越えて、まあ、バックからタイミングを見てでしたが、そこはいかがでしたか？そこで一回ちょっと迷ってしまった部分があるんで、そこを思いっきりいければもうちょっと誠司さんにもチャンスあったのかなと思います。でもよく伸びたかなと。そうですね、3着ぐらいで止まるかなと思ったんですけど、最後外よく伸びましたね。こう伸び切った要因っていうのをご自身では思い当たりますか？要因はちょっと分かんないですけど、バンクの特性ですかね。直線が長いとか、はい、なるほど、分かりました。3走して今の調子というか感触はいかがでしょう？日に日にアップの段階が良くなってるんで、今日もしっかり最後まで踏み切れた感じがあります。まあ、前大会のチャンピオンでちょっとプレッシャーと苦しい期間が長いので大変だったかなと思うんですが、いかがですか？まあ、あんまり入るときはそんなに意識してなかったんですけど、まあ、もうここまで来たら連覇するチャンスをもらえたんで、そこだけしっかり狙っていきたいと思います。大勢のファンも期待していると思います。はい、今日も勝利者インタビューですごい声援もらえたんで、まあ、明日もいい雰囲気の中走れると思うんで、はい、楽しみです。決勝に向けての修正点やこう対応したいっていう部分あったら教えてください。まあ、特に自転車もいじるところないんで、体の使い方だけ意識して明日も、まあ、今日以上のコンディションで臨めたらなっていう感じです。はい、では決勝戦の意気込み聞かせてください。まあ、ちょっとメンバー出てないんで分かんないですけど、しっかり優勝だけ狙って頑張ります。応援お願いします。